何男子、高橋恭平と、モデルや女優として活動する黒木光の真剣交際が報じられた。11月9日発売の「週刊文春」が、お泊りの様子をキャッチしており、同8日時点でニュースサイト、「文春オンライン」にて記事の一部が公開されると、ネット上のファンから呆れ声が続出。このところ、なにわ男子は異性関係のスキャンダルが相次いでいるからだ。 まずは8月10日発売の「文春」が、なにわ男子、西畑大吾と読売テレビ、足立夏保アナウンサーの交際をスクープ。カモフラージュ目的か、西畑が金髪のウィッグを装着した、女装姿で、で足立アナのマンションを後にする様子も撮られており、ファンの間に衝撃が走った。また、同志の9月7日発売号では、同じくなにわ男子、 長尾健盛と元セクシー女優、三上岩の密会が報じられた。しかも、長尾が三上のマンションを訪れる数時間前まで、彼女はキスマイフット2以下、キスマイの千賀健人と過ごしていたとのこと。三上は紀藤、鬼頭桃な名義でアイドル活動をしていた2013年、当時ニュースのメンバーだった手越優也とのキス写真を、フライデーに掲載されたこともあり、 ジャニーズファンには警戒されていた存在それだけに彼女と長尾の密会報道にがっかりするファンも少なくなかったなにわ男子やキスマイをマネジメントしてきたジャニーズ事務所は今年創業者ジャニー喜多川氏の性加害問題が取り沙汰され10月17日に社名をスマイルアップえと変更一連の騒動中所属タレントのファンたちは応援する推し の活動にも影響が及ぶことなどを心配してきたが、なにわ男子はこの大事な時期にスキャンダルを連発しており、ファンが落胆するのも無理ないでしょう。同グループは今年8月26日から27日にかけて放送された日本テレビ系特番、24時間テレビ、愛は地球を救う46のメインパーソナリティを務めるなど、もともと事務所にも猛プッシュされていた印象。しかし、 24時間テレビ直前に西畑直後に長尾の報道が出てしまうという残念な展開に芸能ライターなお24時間テレビ内ではメンバーの道枝駿佑がなにわ男子のみんなへという手紙を用意しており24時間テレビをきっかけになにわ男子を多くの人に知ってもらい国民的アイドルになりたいと明かしていた。 放送を見ていたファンもこのくだりに感動していたものだが、文春砲で多くの人の目にさらされる事態が続いている。西畑さんと長尾さんが立て続けにスクープされた時点で、みちえくんがかわいそう、といった書き込みが散見されましたが、新たに高橋さんの熱愛が発覚。さらにネット上では今、高橋さんと黒木さんがネックレスで、匂おわせ、をしていたとする疑惑も取り沙汰されています。 しかも、そのネックレスは高橋さんが以前、なにわ男子メンバーにプレゼントしたものと告示しているというんです。どう、芸能ライター。県のネックレスに関しては、過去に日枝がインスタグラムのライブ配信で強兵からもらった、強兵の愛ですよ、これは、などと嬉しそうに披露していたこともあり、ファンは胸を痛めている。メンバー全員で国民的アイドルを目指したいという道枝の思いをよそに、 ファンの信頼を裏切ってしまった西畑長尾高橋また高橋に浮上中の匂わせ疑惑はメンバーだけでなく先輩にも迷惑をかけてしまったかもしれない11月7日放送のフジテレビ系バラエティ「ぽかぽか」に出演したキングプリンス、n 永瀬廉さんが身につけるアクセサリーについてファンの人たちに詮索されてしまうという話から アクセサリーに意味なんかないんすよ。1ミリも、今つけてるブレスレットとかも、結婚指輪のブレスレットみたいな、ブレスレット版みたいなやつで。でも、そういう意味はもちろんない、自分がいいと思ってつけてるだけ、と主張。その上で、ファンと、俺の信頼関係なかったのかな、と自虐する場面もありましたが、高橋さんのにわせ疑惑は、長瀬さんの言う、ファンとの信頼関係、 を崩すすものとなっっててしまっていまい永瀬自身はアクセサリーで匂わせなどしないタイプなのだろうが高橋の疑惑はやっぱり匂わせをするアイドルもいるのかもしれないと思わせてしまうものと言える11月12日にデビュー2周年を迎えるなにわ男子は当日 YouTube で生配信を実施する予定ただ高橋の件が物議を醸している真っただ中とあって ネット上にはなにわ男子のみんなどんなテンションでやるんだろうかという書き込みも見られるが果たして。